こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青、始めていきましょう。武蔵野放熱戦です。練習試合です。これ飛ばします。こういう疲れはどこまで。勝率はやっぱり高いですね。相手のホームチーム、ホームグラウンドです。色がやっぱりホーネッツらしく、とにかく勝たないとね、この試合は。すごいね、サポーターをくるくる回ってます。危ない。おー、キエサがボールを奪っていった感じです。バーニー切られました。おっと、これはチャンス、チャンスというか、こちらにとってはありがたい。逆サイド、おっと届かない。なんかボールは外に出ていない。そこまで上げてもいいのか。ナイスキャッチ。相手ボールの裾折りになってしまいました。早くも選手変えてますね。つけないといけない。前半終了直前、ナツケはミスから出てくる、キャッチしました。前半終了です。もう1点追加点欲しいですね。変えた方がいいかな。左
驚きのシュートです。ヒラリーからナナコ、ペナルティーラインの近くだったんですね。これはでかしたナナコ。全員変えます。とにかく中盤がこのゲームは鍵。中が大きいのは中盤ですからね。それなら中盤の数増やし合えばそれでよくねという話になるのかな。ちょっとフォーメーションを変えるかもしれませんね。これは厳しいか。エリカ取って欲しかった。出ますね、相手ボールを襲う。さあここは守りどころ。相手ボールのフリーキック、キーパー横飛び。今のなんか微妙だったけど、ノーホイッスルですね。おっと大丈夫か。節子が退場です。もう交代枠ないですからね。なんかイエローカード。10人で残りの時間を戦わなきゃなりません。数分なんで助かるよな。さあエリカゴール前、3点目。3分です。いや、試合終了。前半4分、いきなり選手権を決めます。これに確率で決めていきます。これが結局決勝点となりました。バーに切られたシーン、後半何分に飛んでるやん。ナナコ自分で持っていってシュート右に突き刺さりました。キーパーの反応遅れたかな。おっ飛び、クリアですね。この後キーパー節子に当たったが足を引っ掛け合えた。これ単価で去っていきます。10人で戦わなければなれなくなりました。さあそんな中エリカが中からパスを得まして、ゴールを決めました。実は、私の方率が高いんですね。
週間か。順位は5位のままですが、筑波田までは2点差、1ゲーム差もないってことですね。大接戦になりました。6勝3敗に引き分け。しっかり勝っていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。